モーガン英は、中華人民共和国の軍人、毛沢東と楊会系の長男、弟にケガンアオがいる、湖南省庁佐市に生まれる、中国共産党の活動家であった母の楊会系は、モーガン英が8歳の時に国民党軍に逮捕、銃殺された。母の死後、上海で不老児となっていたところを発見され、1936年にソ連のモスクワ東部イバノボにある、 インタードームに留学した。第二次世界大戦中は赤軍に加わり、独ソ戦ではポーランドで砲兵として戦った。妻のリュー松林と1947年にソ連共産党に入党、ロシア語に官能なために幹部のロシア語通訳として勤務した。1949年10月にリュー松林と結婚する。1950年夏に 北京危機総省の闘争支部の副書記に任じられた。しかし、朝鮮戦争で、法徳会のロシア語通訳として従軍中、平安北道正城軍東総、綿王にレザ里において、アメリカ空軍のナパーム弾による爆撃で戦死した。モーガン A の墓は朝鮮民主主義、人民共和国平安南道比の起総軍の中国、人民志願軍列士陵園にあり、銅像も存在する。 中朝関係を象徴するものとして、北朝鮮の最高指導者でもある、金正日やその後継者の金正恩など、両国の要人が訪れている。中国側でも、国境の町両年省担当市の市街地を見下ろす、丘にある、神戸延長記念館に毛岸 A の胸像がある。没後60年にあたる2010年には、毛岸 A を主人公とする、テレビドラマが制作され、 中央電子台より放送された。1994年に出版された、宝徳会の電気、一家新政的人には、作戦どころ参謀の洪水金と翻訳者の、怪我名が、タンチャーハンを作っていたところ爆撃を受けた旨の、記述がある。また、作戦どころ副所長を務めた、よ進むが1998年に出版した、回顧録、在志願軍司令部的歳月、里には、 三人の同士が、タンチャーハンを作っていたという記述があり、当時、要進むはそのうち、聖広氏という同士については知っていたが、後の二人は、作戦どころの参謀と、ロシア語翻訳者であることしか知らなかった。爆撃後、聖広氏を除く二人は戦死したというのである。在守願軍司令部的歳月里第二班、第三班の過失によれば、その卵は、 当時人民志願軍司令部に派遣されていた北朝鮮の僕はじめうが送ったものだったという。一方、その場に居合わせた聖広氏自身は、モーガン英と洪水金はストーブで北朝鮮から送られたリンゴを炙って焼きリンゴを作っていたと証言し、タンチャーハン説を否定している。2020年頃より中国歴史研究院がチャーハン作成説を否定し、モーガン英は、 電報の作成と送受信を気にかけて死亡したと主張している。モーガン映画1950年10月23日夜、朝鮮へ渡った場所とされる、王力黄岩の両年賞関連満足自治県庁、オサムチン川口村には、モーガン映の共像、モーガン映学校、及び校内に、モーガン映生平ら教籍陳列館が建てられている。2001年、作家の洋大軍が、 モーガン A を執筆、その印税を学校建設に寄付したほか、同年6月18日、モーガン A の妻だった、リュウ・オモ・ヒト氏が、川口村を訪れ学校建設について協議した。その後、各界からも寄付を募り、2003年9月26日に、学校竣工デザイン設計は、大連理工大学土木建築設計員が担った。2010年、 褒美延長60周年に合わせて、モーガン英学校の教師と生徒が、北朝鮮の中国人民志願軍列資料園を訪れ喧嘩した。ありがとうございます。